まあ、これからキャストの皆さんにはですね、自分はハート泥棒ではないということを証明していただかなければなりません、うん、はい、そんなわけでこのコーナー司会担当しますのは私伊藤健と津田健です。おお、まあ我々、はい、どちらかというとあのカザマーズっていう名前でカザマーズですね。ねえ、そうなんですよ ね, ねえ、なんかあのこの並びだとちょっと僕津田健さんのことを兄貴と呼びたくなってしまう感じがすごくね、はい、あったりするんですが、はいはいはい、まあ、じゃあ早速この容疑者の方々、はい、一言ずつ意気込みを込めた自己紹介お願いいたします。ゆうやさんからお願いします。はい、内田ゆうやです。僕はハートを盗んでいません。盗んでそうだ、すごく盗んでそうだ。めっちゃ狙いに行ってますからね、うん、はい、はい、シタンダマイケルです。もしかしたらどっかに隠しちゃったかもしれない。見つけてくれる？自供とも取れる発言ですよ。続いて、はい、どうも竹本英二です。俺あんたのハート盗んじまったのかもな。守ってくれよ。おかしい、捜査という趣旨からどんどんずれていってます。なんかしかも空気がなんかおかしいぞ。また次の人も自供するんでしょうかね。まあ、まあ戻してくれるかも。お願いします。あ、はい、あーどうも立花慎之介です。あの、いや僕本当違うんでよろしくお願いします。普通だよ。まさかの、はいはい、しかし次の人が普通で収まるわけがない。お願いします。どうも、アーツビジョンの、鳥海康介と申します。皆さんオープニングぶりですね、そうですね、あの私あのずっと楽屋にいたんですけどもね、うん、あのずっとぼんやりしてましたら、そしたらもっとぼんやりしてる人がいましてですね、うん、弊社の後輩の前野くんがですね、ずっと携帯ゲームをやっていました。多分今もやってます。私は、犯人ではありまーすーん。どっちだ、わからない。どっちよ。捜査をかく乱してきてます。なるほど。さあ、そして最後この方、はいはい、はて、ハートってのは何ざんしょう。ハートっていうのは、はい、こういう形のなんかね、やつ。あ、こういうやつ。あ、全く興味ありません。なるほどなるほど。犯人じゃありません。まあ、目に見えるものには興味ないかもしれないけど、目に見えないハートには興味がありそうな顔しますよね。それではね、皆さんに事前にいただいた証言メッセージのテーマを発表しましょう。スクリーンにご注目ください。テーマ、バレンタインに逆色と一緒に送りたいセリフ、シチュエーション、彼女と家デート中に。このテーマでですね、キャストの皆さんにですね、メッセージを考えていただきました。で、まあ、メッセージなんですけどね、皆さんから書いていただいたの、まあ、ここに表示されて、でどんなメッセージなのかって、まあ、昨日なんかもね、ドリーム君司会やった時に、はいはい、あんまりこう差別化しないようにフラットに読んでくれたんだけれども、うん、そうですね、はい、まあ、今回よりこう差別感ないように、うん、津田健さんに本意気で読んでもらいます、うん、なんでだよ。素晴らしい。すごいそれ。あ、そう、素晴らしい。犯人なんで、犯人はお前だろ。そういうことじゃない。俺書いてないよ。お前だろ。いたいた犯人。ねえねえ、なんでそんなことになったの。本意気でいきます。意味が分かんない。さあ、それじゃあ早速見てまいりましょうか。で、津田健さん、心の準備よろしいですか。なんで俺が緊張しなきゃいけないんだ。はい。さあ、盛り上がってまいりましょう。一人目のメッセージ、こちらでございます。ねえ、これちょっと気が早いかもしれないんだけど、受け取ってくれないかな。俺らもう友達じゃないだろ。今まで言葉にしたことなかったけど、この気持ちはずっと変わりそうにないんだ。好きだよ。いやいやいや、この人のハート盗んじゃダメですよ。ハート盗んだ今。
前がどこだ。ケイジさん、犯人だ。犯人だ。違う、そういうんじゃない。そういうんじゃない。これすいません、もう今の瞬発力でまずもう完全暫定1位です。意味が分かんない。なんだこれ。間違いなくさ、これ どうですか、容疑者仲間から誰だと思います、これ。え、津田さんじゃないですか。違います。完全に津田さん。違います。絶対もう、ね、好きだよの言い方がもう津田君の言い方。何、僕の言い方にそれはなるでしょうよ。先輩そうなりますよ、そりゃ。はい。まあ津田健さん、最終公演です。よろしくお願いしますよ。それでは2つ目のメッセージいってみましょう。こちら、私が心を込めて作ったこのチョコレート、欲しかったら力ずくで来い。見事私を組み伏せ奪ってみせろ、私ごとな。格闘ゲームじゃないんだから、ちょっと。ちょっと乙女ゲーム、乙女ゲーム。確かにこれは津田さんっぽいですよね。ね、確かにね、津田さんっぽかった。今オーラがすごかったです。完全に、うんうんうん、覇気で吹き飛ばされたもんね。うん、そう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 。だって触れてない、触れてないんですよ。濃い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 の顔ですよ。もう本当ね、ドアップで見せてあげたいぐらいのね。さあ来い、さあ来いみたいな。欲しがり屋さんの顔でしたよ。欲しがりな容疑者たち。さあこれ皆さんどうなんでしょうね。どうですかね。どっち？2位、なるほど。じゃあ暫定2位ということにしておきましょう。はいはいはい、はい、さあ続いていきますよ、津田さん。はいはいはい、3つ目のメッセージはこちら。これまさかまた同世代の匂いが。同世代の匂いが、ね、これは同世代のね、言ってみた俺ためだった。あれ、では津田健さんお願いします。はい、今日はバレンタインだな。だがしかし俺からの愛は年中無休だぞ。さあいつものようにチョコも俺も美味しく召し上がれ。待て待て、召し上がったー。乙女ゲー、乙女ゲー。ちょっと、いやー、今にして思えば操作方法間違えましたね、これね。でしょ。違う方向にコーナーが偏ってますが、しかしこのまま観光していきましょうね。はいはいはい、これみんな何位かな。2位はいったんじゃない。3位だろう。3位いるんだね。じゃあちょっとこの間に入れさせてもらおう。なるほどね。さあ、あらゆるドラマが展開されてますが、はいはいはい、続いてのメッセージ見てみましょう、はいはい、こちら。大丈夫、これ大丈夫。津田健さん、津田健さん、ダメだろ。 DVD になりますんで、はいはい、音符は気にしないでください。音符は気にしないでください。言い方でね、うん、気をつけろってことね。はいはい。なんかすげえ緊張する。これで、だってこれ以外の言い方したことねえよ。見せどころですよ。そうですか。最近は逆チョコが流行ってるらしいね。ってことでチョコレートチョコレートチョコレートはなんで順番に出てくるんだこの人たちは。何、ローテーションがあるの。そ, うそうなんですか、皆さん、はい、さあ今のコメントでございますが、皆さんどの辺でしょうね。下だと思う人、おう、3超えたんじゃないかと思う人。ああ下だ。じゃあこれよ、とりあえず暫定4位ですね。はいはいはい、今のところ辛いのは津田君だけだよね。そうだよね。まあこればっかりは、そういうルールになっちゃったんでしょうがないですね。そうね、ルールだもんね。本当だよ。じゃあ、お次のコメント。これは
すごいねおおや満場一致で誰かを見てるなぜだもうなんだこれなんだこれなぜ踊っている目が回る目がこれはおかしいだろうなんだこれはあ聞いたことあるどういうことだこれなんか、うん、なんかいや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 もうこれはなんかよくわかんないけど、まあ、いやいやいやだってこれ1位になるかもしれないそれはそれは津崎さんもしかしたら1位は最下位になっちゃうかもしれないでもただとりあえずここには立ってるここには立ったほうがいいいきます君はバカなの？ね、君はバカなの？チョコよりも私を欲しいと言いなさい。甘い！甘い！あれもし自分だったら自分の言葉にズキュンとやられたっていうことになってますからね。そういうことになりますね。さあさあ、これはもうとにかく大声援が来ましたので聞いてみましょう。うん、これきっともう1位いってるだろうっていう人。なるほどね。さあさあサクサク参りますよ残りは一つとなりました一つとなりましたね最後のメッセージこちらおおあれお来ましたねおお受け止めに行った受け止めに行ったぞまあ順番的にはそうなるねこっちから見ると千手観音な感じ本当だ本当だこうやってほしいぐらいだやってってやりませんバッサリ来ちゃった来ちゃったよやりたがりなんだからみんなこの人たちごめんごめんちょっとみんな客席向いてやってくれる客席僕らじゃなくて客席でしょせーのお、きれい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 だけど手がどっか行っちゃったよ手は手は千手観音はい、じゃあみんな落ち着いて席に帰ろうかはい、あっさりちなみに今の何だったの分かんない分かんない、トリ君に聞いてやりたかっただけですなんだよ気持ちよかった気持ちよかった、うんはい、では津田健さん最後のメッセージお願いしますはい、はい、チョコレートいつもありがとうじゃなくて君が大好きじゃなくて愛してるお願いします答えるな成立ですあ乙女フェス乙女フェス乙女フェスですよこれはやばいですね、うん、いやなんか全ての容疑者のコメントに絶大なる歓声が上がってる感じがしますね捜査全く分かんなくなってしまいましたがさあこちら皆さんの、ね、お答え聞いていきたいんですが2位が多い1位という意見はさすがにやっぱ出ないですね2位だと思う人2位2位に来ましたね2位ですこれ2位ということですね6位か6位かもしれないよ6位意外といるんだ、5、5、4、6あ、この人たち悪い人たちだ悪い人たちだ俺気づいたぜあ犯人はこっちにいたぞ犯人はこっちにいる犯人だぞ犯人手を挙げろいっぱいいるやっぱりねそうか欲しがりだったのはお前たちじゃなくてみんなだみんなが欲しがりだったんだこれあすごいグルになってるグルだ悪い子たちだじゃあもう一回聞くけどじゃあこれ何位はい、捜査員の意見は素直に聞きますはいというわけでランキング出揃いました、はいはい、皆さんこれで間違いないですね、うん、いやー来ました来ました、はい、まず5位いきますか、うん、この危ないのぶち込んだ人は誰やりたがりいないんかおー来た伊野くん来たけどそうなんだこれどういう意図で、うん、やっぱり恋はギリギリですよね
なるほど、ギリギリライドね、はい、というわけで5位は日野くんでした。さあ、じゃあこちら4位のコメント、じゃ あのこれみんな誰はみんなで合唱しましょう。はいはいはい、はいはい、じゃあ4位のコメント書いた人はだ見えない、私です。おおのはず、おおすけ、え、4位ね、あ、そうですそうです、うん、はい、さすが武闘派。いや違うんです、最後のとこだけ、はいはい、実は津田さんに甘く読んでほしかったんです。ああそうなの、違ったんだ、うん、あ、なんかダメ出しが出ましたよ。あ、ダメ出しが最後だけ甘いんだ、最後だけ甘くやると多分雰囲気変わるんで。お、演出入りますね。じゃあテイク2、はい、お願いします。はい、私が心を込めて作ったこのチョコレート、欲しかったら力ずくで来い、見事私を組み伏せ奪ってみせろ、私事だ。なるほど、 OK、 なるほどね、グッジョブ。やはりこう本人が読んでこそのってのもあったのかもしれませんが、しかしまあランキングは変わらず4位ということでね。残念ながらね。さあさあさあ、続きましてこちらのコメント誰か聞いていきましょうね、はいはい、3位のコメント、はい、同年代の私です。コンビニエンス。コンビニエンス。やっぱりそうなんだ。年中無休、24時間働けますね。いやいや、こちら意図はどんなところで、うん、まあ僕的には一番力を込めて読んでほしかったのはまた長くなること、チョコも私もっていうところなんですよね。あ、うん、さあいつものようにチョコも私も俺も、あ、俺も俺も、まあ、俺もね、うん、チョコも俺も美味しく召し上がれ。俺、おお、まあ、うん、じゃあそういうことになったのかな、知らない、わかんない、もうわかんない。津田くんが普通に疲れ切ってんじゃん。いや、そんなことないよ、うん、そんなことないんだよ、大丈夫だよ、ご自愛ください。さあ、じゃあ1位とビリを抜かした最後のコメントになりますね。じゃあみんなで聞いてみましょう、はい、2位のコメント、私です。おお、マイケル。これまあ家にいるっていうシチュエーションがそもそもあるじゃないですか、うん、はいはい、まあ、ぶっちゃけね、本来であればもう、まあ、それなりの関係なのかなと思ってたりもしたん、はあはあ、まあ、そこをあえて、はい、まだ友達なのに家に行っちゃってるみたいな感じにしたかったんです。あー、なるほどね、やはりまたギリギリのところに行こうとしていたいのね。ギリギリ大好きね。あったかもしれませんね。ギリギリ大好きね。残すところが1位と最下位、うん、ね、はい、じゃあ残ってる人立って、ちょっとじゃあお二人ともセンターにですね、うん、並んでいただいて、うん、はい、晒し者にこうまず1回ね、なっていただいて、そうですね、はい、では、という、はい、みんなで聞いてみましょうね。6位のコメント、私だ。ゆうやさんでございました。いや、これこちらはどういう意図で。いや、これはまあいつもね、こう、まあ、彼女としてこう言ってるんだけど、まあ、いつもありがとうとか、こう大好きっていう言葉は言ったりするけど、愛してるってなかなか言えないんで、ちょっとこういう、もうすでに似てるってこういう時、まあこれはやっちゃうしかないですね。まあそうですね、やってみましょう、うんうん、お前らのハートを奪ってやるぜ。はい、チョコレート、いつもありがとうじゃなくて、君が大好きじゃなくて、愛してる。いやいや、もうもはやチョコ関係ない流れになりましたよね、うん、
さすがでございます。グッといっちゃいましたからね。恥ずかしいなこれ。いやまあでもこれで身の潔白は証明されたわけですよ。そうですね。僕は泥棒じゃなくて泥棒ではないです。ガンガン盗んでるんだけど泥棒じゃないっていうね、はい、ゲームの流れではそうなっております。はいはい。さあゆうやごとしましょう。津田健さん1位がね、どうぞ。おお、ここが君の家か。綺麗なんだね。あ、私にチョコレートありがとう。では逆チョコというものを君にプレゼントしよう。何？ありがとう。君はバカなの。チョコよりも私を欲しいと言いなさい。え？恥ずかしい。そんな唇にはしつけが必要だな。ありがとうございました。ということで、はい、満場一致です。満場一致でしたね。ハート泥棒は橘慎之介。ありがとうございました。はい、もうそのチョコ持ってなさい。もうすいません、いただきます。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。どうぞ前の方に。じゃあ慎之介君、あの勝利者として一言感想いただけますか。はい、あ、はい、花から優勝するために書いてきました。優勝できて嬉しいです。ありがとうございました。かっこいい。さあ、そしてどんな容疑者よりも大変だった津田さん、一言お願いします。はい、本当にすいません。もういろんなセリフありがとうございました。おお、ありがとうございました。というわけで以上、ハート泥棒は誰だ特命捜査でした。